チンチコールともです。サウンドノブル街実況プレイ始めていきたいと思います。さあということで1時だ、時間だ、ショーの始まりだということで、ですね、もしかしたら読み上げがすごい大変なことになるんじゃないかなと勝手に思ってるんですが、どうでしょうか。セーラードールズのですねショーが始まってまいります。セーラードールズの主題歌が流れて飛び出してきたのは司会のお姉さんです。ドールズ第69話、ここまでのあらすじ、4号ちゃんが敵にほだされてやばい。3号どうしたっていうの4号ちゃん。4号だってまだ失恋のショックから立ち直ってないんだもん。2号確かに心の傷を癒すには時間がかかりますよね。5号甘ったれないで、ドライな5号。好きだな5号ちゃん。みんなこんにちは、今日はこんなにたくさん集まってくれてありがとう。小さなお友達に混じって大きなお友達もいますけど、最後まで楽しんでいってくださいね。プリップリのプリッコしゃべりで嫌味攻撃。かまとと何も知らないふりをして無邪気に振る舞うこと、ぶった喋り方のことなので、一昔前に女性アイドルの間で流行をしたけど、最近ではそんな喋り方をする人はそういないので、特撮ドラマ激走戦隊カーレンジャーのピンクレーサーこと矢上陽子くらいなので、でも可愛いから許すので。あのねこれはわかる、ピンクレーサーちゃんめっちゃ可愛かったし、この後あの小倉優子っていうね、あの凄まじいちゃんとした、あのコイン製の女性が出てくるんですけれども、まあその時代ではまだないということですね、このゲームはね。でもぶりっ子まあ可愛い人がやってる分にはいいかって感じですね。あの仕事で入れられるとちょっと迷惑するけどね。お姉さんパンチの味噌でー。でも青虫も白豚も全然お姉さんの嫌味攻撃などお構いなしです。子供の声援に負けじと大絶叫、マジで最悪ですね。帰って周りのお母さんたちは嫌な顔してるけど、周りのお父さんたちは密かに応援してるぞ。最低ですね、パンチラがなくっちゃ子供のショーには来るもんかって顔してるよね。なんか子供のショーぐらいちゃんとしたね付き添いで付き合ってあげてほしいんですが、そんなこんなで青虫の取材は続くのだ。セーラーセクシーパンチ。セーラードールズショーが始まって20分。ドールズどうしてそんなにドライなの。立ちな4号、心の傷を癒す前に汗で濡れた下着を履き替えるのが先だ。5号ちゃん、そうです、今パンチラを取られたらみっともないことになる確率 99.5% ですわ。は戦いはクライマックスに突入して悪者ブルマークイーンとの最終決戦だ。青虫と白豚の興奮も最高潮の超狂乱。激写激写パパラッチ激写、セーラーセクシーパンチラ激写、うおー最高だよ、いいよ激写激写シャ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 。ところが突然ドールズちゃんたちが大ピンチ。司会のお姉さんが飛び出してきて叫びます。みんなセーラードールズを応援して、せーので頑張れって言ってね。いくわよ、せーの。お姉さんがマイクを会場に向けると、ねえこれちゃんと見せといた方がいいからちゃんと見せますが、マイクを向けると、頑張れなのでー、カップヒレー、青虫白豚命を削って大応援。お姉さんは苦笑いでも会場のちびっ子たちは一緒になって大騒ぎ。楽しそうですね。よしみんな行くわよ。子供たちと変態2人の大声援を受けて、セーラードールズ5人のセキララパワーが大復活。そうね、すぐにあいつを倒して売ればボロ儲けよ4号ちゃん。これ濡れた下着の話してますね。3号ちゃんすげえこと言ってんな。こら3号ちゃん。ドールズ3号がまた調子こいて怒られた、叱られた。ごめんねみんな、ちょっとセキララしすぎて腰砕けになっちゃったみたい、でも頑張る。ん、セキララしすぎるとは。全員でブルマークイーンを囲んで密着、そしてセーラー1号ちゃん大絶叫、必殺セーラーバイオレンスバイブレーション。ドールズの5人が敵を囲み体を密着して振動させ脅威の快感をもたらす必殺技である。これを食らって快楽悶絶絶頂昇天しなかったブルマニアの女怪人はいないそうなんですけれども、見てください、1号ちゃん全然当たってないですね。いいんでしょうかこれで。彼女マジで何一つ当ててないんですけど。ただ言ってるだけですね。楽しそう。一斉に体をブルブル震わせ始めました。生めかしいね、込み上げてくるものがあるね。するとブルマークイーンにも振動がブルブル伝わって苦しみ始めました。そしてカミングマイエクスタシ
団の女怪人たちはセーラーバイオレンスバイブレーションを食らうと押し寄せる快感の津波に飲まれ、やがて官能とエロスの絶頂に達する。そして敗北する。その時無意識のうちに発せられる言葉、覚えなくて大丈夫です。ブルマークイーンは官能とエロスの絶頂に達したのです。そして青虫のボルテージも最強超。僕もブルマークイーンになりたいので、なりたいので。は？覚えていなさい、セーラードールズどもめ。この借りは必ず倍にして返してあげるわ。のっほほ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 ほ。青虫みたいなこと言って悪の美女ブルマークイーンは消えました。ね、あの我々が一回さ、実写の傭兵の方で見たブルマークイーン、結構あれでしたけど、あれはやっぱり美女だったんですね。不思議ですね。やった、ドールズちゃんたちの大勝利です。いいんですかね、これで。あー、なんか終わりっぽいですね。やったぞ、僕のサンゴーちゃん。まあね、サンゴーちゃん可愛いですよね。てか、まあみんな可愛いですけどね。アームシ興奮して大喜び。セーラードールズはみんな笑顔で勝利を分かち合ってます。みんなやりますわよ。おう、素敵にセクハラ、素敵にセキララ、過激にセクハラ、全員で無敵美少女セーラードールズ、ついに5人の無敵美少女が揃った。ねえ、私もよく分かってないです。もうもはやみんな美しい、可愛い、最高だね。みんなの応援でブルマークイーンを倒すことができたわ。ありがとう。これからも応援してね。また会いましょう。さようなら。全員ステージギリギリまで出てきて子供たちに手を振っています。ということは、いや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 、ちゃんと露出対策してるでしょ。まったく最低です、そのお尻。チャンス到来、大激射、激射シャ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 。青虫フィルムの限り取りまくり。そして美少女たちはステージから去っていきます。司会のお姉さんがサイン会の説明を始めて、やっと青虫の戦いは終わったのだ。まあなんか楽しそうで何よりですね。まあこの後ね、傭兵と勝ち合うわけなんですけどね。最高のショーだったのに。セーラードールズが舞台から消えても変態二人の興奮は冷めません。行くわよ、本日2回目の必殺セーラーバイオレンスバイブレーション。おー、カミングマイエクスタスイー。やっぱり女に生まれてよかった。朽ち果てた。いつまで続くんでしょうか。青虫、シゴちゃんの写真焼き増ししてくれよ。やだ。頼むよ。一生ダメ。一枚だけでいいからさ。無理。一号はほとんど撮ってないので。何？なんで一号ちゃんを撮らないんだよ。パーマンの頃からヒロインが3号と決まってるので。藤子 F 不二雄大先生の名作コミック、超人からもらった変身アイテムで諏訪光男がパーマンに変身し活躍する。正体がバレると細胞変換銃で動物にされてしまう。少し間抜けなスーパーマンということで、スーが取れてパーマンなので。そうなんだ。じゃあスーマンの可能性もあったのか。なるほどね。細胞変換銃で動物にされてしまうなんていうのがあるんだ、設定として。3号、正体はアイドルカス、ハス、アイドルカスのホスのスベルさん、通称パーコだが、本人はそう呼ばれるのを嫌っている。ところでコピーロボット欲しいよね。可愛い子ちゃんをコピーして、その先は大人の時間なので、ククク、最悪ですね。まあでもそういう同人誌とかいっぱいあるんだろうな。他に何があるんだよ。サイボーグ、サイボーグ009の003、石森章太郎大先生の漫画、ブラックゴースト団に改造された00ナンバーサイボーグたちが世界平和のために戦う。001から順番にイワン・ウイスキー、ジェット・リンク、フランソワーズ・アルヌール、アルベルト・ハインリヒ、ジェロニモ・ジュニア、チョー・チョーコ、グレート・ブリテン、ピューンマ、島村ジョーなので、なんかあれやね、だいぶこう国っぽい名前になってるんだね。ロシア？ジェットリンクはアメリカ？で、フランソワーズはフランスか？アルベルト・ハインリヒ・ドイツ、ジェロニモ・ジュニア、これはジェロニモってどこの人だっけ？で、中国、イギリス、ピュンマ、ピュンマ、わかんない。で、日本か。003、本名フランスワーズ・アルヌール、00ナンバーサイボーグ、唯一の女性戦士、視力聴力が常人の50倍に強化されていて、情報戦で活躍する美少女、同名の女優がモデル。へー。でもどちて耳の改造手術するのに、ギルモア博士は裸にして手術したので、ずるいので、ずるいので。趣味
だったらモモレンジャーの立場はどうなるんだよ。4号じゃないか。モモレンジャー、戦隊シリーズの元祖、秘密戦隊ゴレンジャーの4号。正体はペギー松山。演じるは太ももが美しい小牧梨沙なので、イヤリング爆弾をいいわね行くわよと投げるので、ねとようを取るとククク。あーもう最低ですね。私ね、ゴレンジャー見たことあるんですけど、ちょっとだけ。あのね、モモレンジャーのね、モモレンジャーっていうのが好き伝わる人だけで結構。僕の好きなのはアニメのヒロイン。だったら南原千鶴の立場は、超電磁ロボコンバトラー V に登場した美少女ヒロイン。グリーンのロングヘアにミニスカ&ロングブーツというコスチュームで視聴者を濃殺した。現在でもアニメ美少女オタクの世界では無敵の人気を誇る伝説のキャラなので。知らない。大好きだけど今日は知らないことにするので。バトルマシン4号に乗ってたじゃないかよ。今1号の話してたんちゃうんか。コンバトラブーに合体コンバインする前の5台のマシンの4号機。1号機から順にバトルジェット、バトルクラッシャー、バトルタンク、バトルマリン、バトルクラフト。僕も南原千鶴ちゃんとコンバインしたいので、したいので。もう本当にね、黙れって話なんですよ。ピピピピ。あ、てめえ無視しやがったな、この青虫が。なんかこれっぽいおもちゃ家にあったな。これだったのかな。そんなことないよね、さすがにね。あー無視するね、無視するじゃ、無視すると思う。青虫の僕こそまさに虫バトラー A なので。てめえつまんねえだじゃれ言いやがって。うるさい。とにかくセーラー1号の写真は撮ってないので。それに今から司会のお姉さんを激写するので、君は邪魔邪魔お邪魔マン。だったら楽屋から出てくるのを撮ってくれよ。まあサイン会に参加すれば。白豚、青虫のカメラバズーカを強引に動かしました。何するのじゃ。あさっての方角を向いたレンズの向こうに見えましたるわ。あの美男美女、偽りの優等生、傭兵と麗しの霊女美奈子さん。ということでですね、ようやく会いました。青虫にんまりと笑って、にひバチコーンとね。すかさず1枚記念写真。青虫、荷物を背負って2人の元へ向かおうとすると、なあ頼むよ青虫、金払うからさ。いつまでもしつこい白豚です。だから取ってないんだって。ないものはないので。それに君はネーム、今からで間に合うので。優しい青虫は愚かな白豚に忠告してあげるのです。偉いね、男だね。そうだな、もうできてるけど一応手直ししよっかな。でも頼むよ、考えといてなんか何しに来たんだろうねこいつね。白豚、大嘘こいて早歩きで帰ります。お邪魔虫のいなくなったところで、もちろん傭兵くんに接触だ。青虫スマイルで傭兵くんに近寄ります。傭兵くんは嫌そうな顔をしてるけど、それが嬉しい青虫のチクリア魂。青虫心臓にインプットされているチクリアとしての心意気。青虫のアイデンティティの最後の拠り所のため、これがなくなると3秒後に自爆してしまうらしいですけどね。自爆した方が多分まあ世の中のためではあるのかもしれないね。ひょんなところで会いますので。傭兵、なんて格好してんだよお前、そんなカメラまでぶら下げて。高性能&超高級の機種なので、毛穴どころか細胞単位まで映りますよ。子供のショーなんて撮ってどうするんだよ。一般人には理解できない世界だよね。ここのセーラードールズショーは着ぐるみじゃなくてただのコスプレだし、街のサウンドトラック版 CD にはセーラードールズショーと、無敵美少女セーラードールズの主題歌を収めたミニドラマ CD がついてるので、これは 100% 現実の話なので、お店で買ってぜひ聞いてほしいので。はい、私もですね、サウンドトラック持ってまして、で実際に聞いたんですけどね、あんまり記憶にない真剣に聞いてなかったんですね。ちゃんと真剣に聞いてみようと思います。可愛いので穴場でして、でも君もファンとはね。クククあ、怒ってるよ。あなたとは違うわ、傭兵くんは純粋に真の演劇として楽しみ、見に来たのよ。おや、すかさず傭兵くんをかばって美奈子ちゃんが出てきたぞ。かわいいね、ショーに出てくれないかな。撮ってあげるのにね、パンチラ撮るな。
アムシ、すかさずカメラをスタンバイ。ミナちゃん、傭兵くん、何かバレたらヤバいと焦ります。でも、ミナコちゃんは傭兵くんの敵、アオムシを倒さんばかりの勢いです。美しい愛だけど、傭兵くんの正体を知っても今のままの君でいられるかな。まあね、まあ、ミナコが一番のどでかい秘密を持ってたっていうのはね、もうすでに明らかになっているんですけれども、まあこの時点では分かんないからね。アオムシ向き直って、ミナコちゃんをじっくり観察します。さすが傭兵くんの本目、かわいいね。秋葉美奈子さんですね、ミス渋瀬の。うちの学校でもあなたは評判なので。はじめまして、傭兵の親友の青井のりお、17歳と13ヶ月です。美少女コレクター青虫、美形の美奈子ちゃんを熱烈連射。青虫の必殺技の一つ、青虫目の動体視力を一時的に向上させ、カメラバズーカで秒間100カットの写真を連射する。そんなことできるんでしょうか。できないと思います。なんと驚き美奈子城、すかさずレンズにスマイリー。ねえ、可愛いと思いますけれども、このままできる。あ、待って、言うな。さすがにポーズが決まってますので、現像したら送りますので。結構です、すぐに捨ててください。その冷たさも美少女の条件だね。とんでもありません。僕の美少女写真コレクションに加えさせてもらいますので。それにちょうど僕のコミックのヒロインのモデルはあなただと決めてたところなので。漫画？ゲゲ、禁断の語句を言ってしまったぞ、この美少女は。もう分かんないよ、分かんないもん、コミックと漫画の違いなんて。普通は私もまだ分かってないし。でも青虫、美少女には弱いので甘いのだ。美奈子ちゃんの言葉に敵意を感じるとはいえ、ちょっとどぎまぎの青虫、美少女ってのは怒っても絵になるんだね。いえ、コミックなので主人公のモデルはこの傭兵でして、傑作間違いないので、完成の暁にはぜひ読んでいただきたいので。途端に傭兵くん大振る。あ、ほら、まだ途中なんだろ。いいから向こうで続き取れよ。せっかく会ったので、もう少しいいじゃありませんか。よかったら3人でお茶でも飲みませんか。飲みません。美奈子ちゃん、光の反射より早く青虫に怒りのリターンエース。球技なので、サーブをうまくリターンすることでポイントを獲得すること。ここでは、ボケに対する強力なツッコミのことなので。でもさ、人に対してここまで攻撃的になれるのってちょっとね。まあ高校生なんで、あと箱入り娘なんでね、仕方ないところはあるかもしれませんが、もうちょっとねっていうね。最初君を見た時にはてっきり予行演習かと思ったので。予行？美奈子ちゃん、可愛い仕草で傭兵くんを見ます。その仕草で何人落としたんだろうね。ええ、傭兵が父親になった時のね。な、何言ってんだよ。青虫、ジャブで地道に傭兵攻撃。聞く？こういうところに可愛いご子息を連れてきたいんじゃないので。よせよ。顔の筋肉カチコチ凍ってピクピクリ。ま、誰の子か分かりませんけど。よせったら。でもまだ生まれるまで結構あるでしょ。慌てることはないので。クククク。ねえ、もう本当にさ、なんかさ、やり方が汚いんだよ、アムシ。だから友達いないんだよって言いたくなるけどね。傭兵くん、この人に私たちのこと話したの？話してないよ。確かに傭兵くんは話してないよ。アムシが勝手に盗み聞きしたんだもんね。あなた、誰から聞いたか知りませんけど、余計なお世話です。ほっといてくれませんか。知らぬは本人ばかりなりだね。ここまで街をプレイしてくれたみんななら分かってると思うけど、1、美奈子ちゃんはアミちゃんの妊娠話を、2、アムシは傭兵&美奈子の結婚話を知らなかったんだね。傭兵くんのみが全てを知っているのに、不思議とアオムシと美奈子ちゃんの会話が成り立っているんだね。面白い話なんですよ、本当に。街本編よろしくお願いします。ここまで見てくれている人には何の影響もないこんな宣伝。違うんだよ。傭兵くん大当たりリアクション。ほっといていいのかな。僕はあなたのためを思って言ってるので。なぜなら来年にはもうパパなんでしょね、傭兵。ショックで絶句のパックマン。次々に女の子を食べちゃうプレイボーイのことだぞ。らしいですよ。変な
な詮索しないで。私たちがどうしようとあなたには関係のないことです。いいから私たちのことは放っておいて、あっちで写真でも何でも撮っててください。心外なので、僕は美少女の味方、美奈子さんの味方をしたいだけなので。結構です。傭兵、あれはつい最近のことだったような気がするのは僕だけかな。それをもう何もなかったみたいにこの人と毎日のようにデートとはちょっとひどいのでは。傭兵くんはついに怪になったとさ。まあでも我々知ってますね、この後何するか。人道的にどうかと思うな、僕は。はい、ということでね、なんでしょうかね、プレイボーイとレイジョーのプトレなのかな、左上のやつはな。いきなりミナコのビンタ攻撃、他人の方を平手打ちすること、普通なら痛いから嫌だけど、ミス渋星のミナコちゃんからのビンタなので僕的には結構ハッピーな状況なので、クククね、人からビンタされてハッピーってマジで我々の業界ではってやつだね。怖っ。アムシは100ポイントのダメージを受けた。電光石火の一撃、美少女戦士誕生だ、万歳。何をするので。人道的なビンタよ。だっておかしいこの話。ミナコのビンタ攻撃アゲイン、会心の一撃。アオムシひっくり返っても命の大カメラは離さない。見上げた変態だね。あなた一体何なの。さっきからわけのわからないことをネチ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 、邪魔だからさっさと消えてってはっきり言わなきゃわからないの。周りの人たちも真昼の3時に注目してます。いや、こういうのはね、喧嘩両成敗なんだよな。痛いので。アオムシ立ち上がりながらもここぞとばかりにデジカメでミナコちゃんのパンチラを大撃射。取れたんだ。転んでもただでは起きない、ナイスなアオムシ。何が傭兵くんの親友よ、笑わせないで。どういうことなので、傭兵。青い、いいわ傭兵くん、この人が行かないなら私たちが行きましょう。いや、そういう態度は良くないよ。傭兵くん？ジャブが効いたのか、傭兵くんは青虫の肩を持とうとしてます。そんな傭兵くんに美奈子ちゃんもちょっとびっくりのようですよ。まあね、ここは強く言っておかないと青虫が何するかわかんないからね。そして青虫さえもびっくりする言葉が。ちょっとひねくれた口の聞き方するけど、青虫じゃない、葵はこれでも友達なんだ。今、友達って、あまりのことに青虫の思考回路が停止します。もう、ちくりを働く悪魔回路も停止です。あと3秒で爆発します、こいつ。だってこの人、傭兵くんに。君は僕の友達といるのがそんなに嫌なのか。しかも傭兵くんは青虫のために怒ってくれました。傭兵くん、珍しく大きな声を出した傭兵くんに美奈子ちゃんもびっくり。そして青虫に向かって、葵さん、ぶったりしてすみませんでした。素直に頭を下げました。こんな嬉しいことはない。青虫、今初めてアムロレイの気持ちが分かりました。どれですか。アムロレイはロボットアニメ機動戦士ガンダムのパイロット。自分は孤独で行き場がないと思っていたら、自分にはまだ帰る場所も仲間もいると気づいて幸せな気持ちになるということなので。あ、アムロってそんな感じだったんだ。へえ。いえいえ、美女に叩かれるのは嫌いな方じゃないので。くくく。なあ傭兵、今の君の態度に免じて、ここはお邪魔がな僕が消えますので。そうか。アオムシは完全に優しい少年になったのか、何もせずに身を引きます。ではミナコさん、どうぞ二人でごゆっくり。にんまりとご満悦でエレベーターへと向かいます。はい、このあと我々はアオムシのことを知らないんですけれども、本当に普通の少年になっちゃったのかい、アオムシ。そんな人道的なアオムシの優しさなんてアオムシらしくないぞ。そんなアオムシなんか。あ、違うぞ。アオムシの手にはやっぱりデジカメですよ。モニターにはほっとしてミナコちゃんと話す傭兵くんが映ってます。アオムシ、話しかけるようにつぶやきます。そうか、君をいじめればいじめるほど僕たちの友情は深まるんだね、傭兵。
やられた。やっぱり青虫は青虫です。青虫、それは違うよ。そんなことはないんだよ、青虫。というね、なんだろうね、ヤンデレですね。もはや、青虫、さっきビンタされたほっぺをさすりながら、デジカメのモニターを切り替えて、別の写真を次々呼び出します。友情を深めよう、傭兵。そして、君たちも幸せになるんだよ。素敵な美少女たち。クククそして、青虫の手が止まって画面に出てきたのは、チクってあげる。いや、伝えてあげるよ。君の気持ちをね、アミちゃんに。そうか、そうだったのか。さすが天性のチクリアオムシ。相手の一番嫌がる方法で攻撃するとは、まさに傭兵くん大ピンチ。そしてエレベーターが止まります。開いたドアから流れ込む勝利の風を顔いっぱいに受け、アオムシはアミちゃんの待つあの空の下、花屋さんへと凱旋していくのです。なんだか全ての歯車がアオムシを中心に回ってるみたいだね。でもよく考えると決して羨ましくなるような幸せじゃないよね。なぜなら青虫のスタートはマイナスポイントだからね。せいぜい今がマイナス10ポイント。まだまだ人の身には程遠い。頑張れ青虫、ガッツだ青虫。締め切りまであと3時間30分っていう感じでですね、アミちゃんの方まで行って、でアミちゃんにチクることで、4日目の、デパートの屋上に、アミが来て傭兵とバッタリみたいな出来事になったというところでございますが、一旦今日はここの辺で終わりにしていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回に続きます。